アンドレイ・カルロフ暗殺事件は2016年12月19日午後8時15分にトルコのアンカラで開かれた美術展を訪れていたロシア中トルコ大使アンドレイ・カルロフがトルコの警察官のメブルトメルト・アルトゥンタシュにより暗殺された事件。事件の数日前にはトルコ国内でロシアによるシリア内戦への介入に対する抗議デモが行われていた。 事件前のトルコ国内では政治的な両極化が進み長きにわたって緊張状態が続いていた。また数日前にはトルコ国内でロシアによるシリア内戦への介入、特に当時進行中だったアレッポ構成に対する抗議デモが行われていた。アレッポからシリア反体制派が撤退を始めるとロシアとトルコの両政府はシリアにおける急戦締結に向けた仲介を 試みて交渉を行った。ロシア、トルコ、イランの三国はシリア内戦解決に向けて会談を行う予定だった。ロシア中トルコ大使だったアンドレイ・カルロフはトルコの首都アンカラのチャンカ役にある現代美術センターで開かれたトルコの写真家がロシアの田舎の風景を撮った写真を集めたトルコ人が見たロシアという展覧会に招かれ開会式でスピーチを行った。 メブルト・とアルトゥンタッシュは、自身の警察官の身分証を使って、ホールに侵入すると、自らギャラリーの警備員や出席者たちに指示を出し、自分がカルロフのボディーガードであるように思い込ませた。カルロフがスピーチを始めた途端、アルトゥンタッシュは所持していた拳銃で背後からカルロフを、数発銃撃し、彼に致命傷を負わせ、他にも数人を負傷させた。 その後、アルトゥンタシュは部屋を歩き回って、ギャラリーの絵を打ち砕きつつ、アラーフアクバル。我らは預言者、ムハンマドのジハードを支えた者たちの子孫だ。我らは、アレッポで死に、お前たちはここで死ぬのだと叫んだ。まもなく、アルトゥンタシュは、他のトルコ警備兵により射殺された。カルルフは、病院に運ばれたが、重傷により死亡した。トルコ大統領、 レジェプ・タイ・ープ・エルドアンは、銃撃の動機は、トルコ・ロシア関係の良好化を妨げようとするものだったと発表した。ニューヨーク・タイムズ紙は、ロシア空軍が、アレッポの反体制派支配地域を空爆したことに対する報復だった可能性があると指摘した。また表向きは、シリア内戦における、ロシアのアレッポでの軍事行動に対する抗議行動と見せかけながら、実際には、 イスラーム過激派あるいは反路感情が背景にあったのではと推測する説もある。アメリカ大統領就任が決まっていたドナルド・トランプは暗殺者はイスラーム過激派のテロリストであるとして非難した。ロシア国会員はこの恐ろしい挑発行為の犯人、すなわち処刑人であり、反路感情、民族、宗教、残悔に対する憎しみ、過激主義と共振を先導して、 テロリストの手引きをした者は、それに値する罰を受けなければならないという声明を出した。政府内の高官や解説者の間では、北、大西洋条約機構の関与を疑う説や、イラクとシリアのイスラム国や、ジャブハとファタフアルシャームのジハーディストが関与しているとする説も噂された。いずれも、過去にトルコが支援して批判を受けた勢力である。 伝えられるところによれば、トルコ当局は、アルトゥンタッシュとギュレーン運動の関連も調査した。エルドアン大統領は、ある演説の中で、犯人がギュレーン運動のメンバーの一人だったと主張している。ISIS やアルカーイダは、ソーシャルメディアを通じて暗殺を称賛した。アルトゥンタッシュが叫んだ言葉は、ジャブハとファタフアルシャームの非公式の歌の内容に似通っている。 トルコ政府と事件後に到着したロシア代表団は、ロシアトルコ関係の破壊を目くむギュレ連運動が暗殺の背景にいたと発表した。アンドレイ・カルロフ・アンドレイ・ゲンナージェビチ・カルロフは、1954年にモスクワに生まれ、モスクワ国際関係大学と外交アカデミーで学んだ。1976年、ソビエト連邦外務省でキャリアを始めた。カルロフは朝鮮後に通じ、 ロシアの対北朝鮮外交の分野で様々な地位についた。2001年6月から2006年12月にかけて中北朝鮮大使を務めた後、2013年から中トルコ大使を務めていた。アンドレイ・カルロフは在任中に殺害されたロシア、旧ソビエトの外交官としては4人目である。前例にはロシア帝国中、ガージャール朝大使で1829年に、 殺害されたアレクサンドル・グリボエドフ、ソビート連邦から1923年にローザンヌ会議に出席し暗殺されたバーツラフ、ボローブスキー、ソビート連邦中ポーランド大使で1927年に暗殺されたピオトル・ボイコフがいる。暗殺者はメブリトメルト・アルトゥンタシュ。事件当日は非番のトルコ人機動隊員だった。アルトゥンタシュはトルコ西部、 平華海沿岸に位置するアイドゥン県のソケの世俗的な一家に生まれた。大学の実力試験で2回落第した後、2014年にイズミルの警察学校を卒業した。彼の姉妹の一人は、彼は警察学校にいる時に、日に5回礼拝を行うようになりました。と証言している。アルトゥンタシュは、アンカラの機動隊のエリート部隊に2年半所属し、 2016年7月以降には、エルドアン大統領の護衛につく任務にも8回従事していた。トルコの新聞報道によれば、アルトゥンタシュは2016年6月に、クーデター未遂事件への関与を疑われ、停職させられていたが、11月半ばには、職務復帰した。アルトゥンタシュは、数回にわたり、カタールを訪れる機会があった。暗殺事件後には、 彼のカタールでの活動歴も調査された。アルトゥンタシュは事件現場で射殺されたが、家族は彼の遺体の引き取りを拒否した。彼の両親は、私たちは殺人犯の彼を恥ずかしく思っており、反逆者の遺体を要求するつもりはありません。と述べている。結局アルトゥンタシュの遺体は、引き取り手のない遺体のための共同墓地に埋葬された。暗殺事件の翌日、 トルコ当局は、アイドゥン県に暮らす犯人の家族や、アンカラにいた彼のルームメイトを逮捕した。家族は1日間拘束された。ロシア外相、セルゲイ・ラブロフは、事件検証を支援するため12月20日に、調査チームがトルコに到着するとした。2017年1月29日、トルコの検察官は、アルトゥンタシュが暗殺を行い警察に射殺されてから2時間半後に、 彼の Gmail アカウントにあった Email がべて削除されていたと発表した。2017年3月、Google は Email の開示を求めるトルコの検察官に対し、アルトゥンタシュの削除された Email は復旧不能であると回答した。トルコ大統領、レジェプタイイプエルドアンは、ロシア大統領、ウラジーミル・プーチンと話した後にビデオメッセージを発し、 トルコロシア関係はこの地域において極めて重要であり、連帯を妨げようとする者が目的を達することはできないだろう。と述べ、さらに自身とプーチンが、殺し屋によるアンカラのロシア大使暗殺は、我らの国々の関係を傷つけようとする者による挑発行為である、ということで一致したと付け加えた。トルコ外務省は、この攻撃がトルコロシア関係に影を落とすことがないよう、 全力を尽くすと誓った。トルコ外相メブリト・チャブシオールは、ロシア大使館のある通りに、大使の名前を付けると発表した。暗殺事件後、対応を協議するロシア大統領、ウラジーミル・プーチンだロシア外務省の報道官、マリアザ・ハロワは、テロリズムは見逃されないだろう。我々は断固として戦うつもりだと述べた。プーチン大統領は、犯罪が犯されたが、これが、 ロシア・トルコ関係正常化と、ロシア、トルコ、イラン、その他の国々が推し進めている、シリア和兵プロセスを台無しにしようとする挑発行為で、あることに疑いはないと主張した。また彼は、世界中のロシア大使の警備レベルを引き上げるよう命じ、我々は、誰が殺人犯の手引きをしたのか知る必要があると、述べた。多くの政府や国家元首が、 ロシア大使に対する攻撃を非難し、カルロフの家族や他の犠牲者、そしてロシア人に対し哀悼の意を示した。ISIS は暗殺事件の黒幕として名乗り出なかったが、その支持者たちはロシア大使暗殺を称賛した。エジプトの AL 読む AL サベア氏は、シリアの反体制イスラム主義組織の連合であるファトフ軍が自身が暗殺を行った主体であると主張した。 と報じた。カタール人ジャーナリストのエレム・ベターは、大使の射殺は、アレッポや内戦の各地における、ロシアの野蛮行為に対する人類の反応であると述べた。アメリカのニューヨーク・デリー・ニューズ紙のコラムニストである、ガッシュ・クンツマンは、カルルフの暗殺を、ユダヤ人学生ヘルシェルグ・ルュン・シュパンによる、ナチス・ドイツの外交官、エルンスト・ホムラーと暗殺になぞらえて、 正義はなされたとする記事を書き、批判を浴びた。記事の発表後、ロシア外務省は、ニューヨークデイリーニューズ紙に謝罪を要求した。ユーロマイダン演説で知られる、ウクライナの国会議員、ボロディミール・パラシクは、ロシア大使の暗殺者を、英雄と呼んだ。アルジャジーラのある、女性役員は、シリア内戦における流血へのロシアの関与ゆえに、 アンドレイ・カルロフ暗殺は正当化できると信じている、と述べた。ありがとうございます。